はい、皆さんこんにちは。行政書士受験生向け会社法得点アップ大作戦とありますね。私司法書士の講師の佐々木宏美と申します。毎年恒例になっておりましても、これ5年以上になってますか、やってるんですけども、ぜひですね、行政書士受験生さん、会社法割とですね、対策ちょっとね、民法行政法の方をがっつりやって、なかなか会社法ちょっと捨てちゃってるんじゃないかなという状況だと思うんですが、ぜひですね、それでも会社法2、3問取っていただきたいというところで、今年確実に合格を果たすために、この範囲が出たならば、ぜひですね、合格をもぎ取っていただきたい、点数につなげていただきたいということで、やっております。で、今回の範囲は株式の流通という内容なんですが、お手元にレジュメあると思うんですが、で生に参加されている方は過去実施分のレジュメ、過去のレジュメ、YouTube の方に動画残っておりますので、それらで結構ですね、過去行政書士試験でよく出るところの、例えば設立の分野とかね、機関の分野だとかっていうのは手元にお配りしておりますと思うので、そちらで YouTube の方で、1.5 倍速だとかで聞いていただければと思います。今回の範囲ですね、株式の流通というところからなんですが、でちょっとねレジュメめくっていただいて、中身2ページの方をご覧いただきますと、過去の行政書士試験において商法会社法での出題の分野、これ載せております。でぜひですね、もうこの時期なので、前半やっていくという時期でもないですし、またそうですね、商法会社法そんなに時間かけてられないというところで、直近の分野に関してはもう捨てちゃっていいのかなと思うんですが、でちょっとここご覧いただくと、私からのアドバイスということで、ただ直近の分野捨てちゃってもいいかなと言っても、設立の分野に関してはもうほぼ毎年出るというところでやっていった方が良いでしょうよというところで、そうですね、でこちら設立に関しては、ほぼ毎年出てますねと。でちょっと太字ゴシックにしておりますけれども、ね、そうですね、でただそれ以外の分野に関しては、出たり出なかったり、比較的行政書士の会社法においては、商法はちょっとどこから出るか分かんないねというところだと思うんですが、会社法に関してはそうですね、今回扱う株式の流通という分野と設立に関しては比較的連続で出るような論点ではあったりするんですよ。ということで、今回株式の流通という分野をセレクトさせていただいたんですが、ただその中においてもですね、株式の流通という分野の中でも、去年出ました自己株式の取得、このレジュメの一番下の方ね、自己株式の取得も一応ね、分野で言うと株式の流通の範囲ではあるんだけれども、ただもうここはやる必要はなかろうということで、ここはもう今回の株式の流通の中からは外しています。ただそれ以外の分野での株式の流通、主に譲渡制限だとか、そのあたり、からですね、ピックアップしている内容なんですが、ただそうですね、ちょっと会社を捨てちゃいたいんだけれども、ごっそり捨てるのは不安だなという方にとってみると、例えば設立の分野だとか今日やっていく分野だとか、そのあたりはしっかりやっておくという中心 でそれ以外に関してはもう時間的な対策として、行政法だとか民法の方に時間をしっかり使ってくださいというところで、限られた時間、受かるための勉強、これを考えていただくといった意味においてメリハリつけて進めていきましょう。で、じゃあ今日の内容に関して、株式の流通、主に株式譲渡に関してそこ絞ってやっていきますが、でまずね、3ページのところで、株式譲渡自由の原則という内容から見ていくことにいたしましょう。で、株式譲渡というのは株主たる地位を株式というふうに言っていきますよね。でそこで、株主たる地位は自由に譲渡することができるのが原則ですと。でじゃあちょっとここでですね、その株式という話を見る前に、でその下括弧一番の前提といたしまして、で株式会社以外の会社法上の会社、合同会社、合名会社、合資会社もちょっとここで、ご覧いただきたいかなと。でもともと行政書士試験においては持ち分会社っていうのはほとんど出ない分野ではあるんだけれども、ただ前のページ見てもらうと、平成28年ですね、2016年に、合名合資だとかで、出題は一応あるにはあるんですよ。でただこの辺りもすごくオーソドックスな出題なので、がっつり持ち分会社やらなきゃ取れないような問題だったのかっていうと、そういうわけでもなかったりはするんですね。
ですから、まあ、ちょっと持ち分会社もしばらく空いてますので、あくまでも今日株式譲渡自由の原則、これを見るにあたって、必要な範囲においてちょっと持ち分会社も触れておきましょうかというところで、3ページのところをご覧いただくと、で括弧1番の前提のところ表ありますね、ここをご覧いただきますと、まず、社員の責任の対応による会社の区別といたしまして、そもそも会社法上の会社には株式会社と持ち分会社というのがありますよと。で、持ち分会社にはここにあります合同会社、合名会社、合資会社というものがありますねと。で、この中で何が違うのかというと、まず株式と合同会社においては、社員株主、社員とか株主というのは要は出資者たる立場ね、出資者のことを社員、まあ、構成メンバーという形なんですが、でそこでですよ、株式会社の社員出資者イコール株主に関しては間接有限責任ですと。そして合同会社においても同じく間接有限責任です。なぜ同じような間接有限責任な会社、これを会社法は同じように2つ用意したのかというとこなんですが、会社の中でもですね、株式会社と合同会社、社員の責任の対応は同じなんだけれども、基本的には株式会社というのは多くのものから出資を募って大規模事業をやっていくということを想定しているのが株式会社。これに対して持ち分会社の中でも合同会社というのは同じく間接有限責任ではあるものの、出資者自ら会社経営していくということを想定しているのが合同会社というところで、株式会社の場合には、まあ、皆さんご存知だと思いますが、株主さんが、直接会社を経営していくということではなくて、会社を動かしていく、会社経営するのはまず取締役ですよね。でも、合同会社の場合は、社員自らが会社経営していくということを想定しています。まあ、そのような違いがあって、同じ間接有限責任ではあるけれども株式会社と合同会社という違いが出てきますと。ただ責任の対応は同じなので、この間接有限責任というのがどういう意味を指すのか、ちょっとその表の下、真ん中のアンダーラインご覧ください。株式会社と合同会社の責任の対応に関しては、例えばここでですよ、会社債権者が会社に対してアルファ債権1000万の金銭債権持ってました。でここで1000万の回収、会社が弁済できない状況で滞ってしまったならば、アルファの回収どうするのかっていうと、会社財産のみが強制執行の客体となりますよと。まあ、責任財産なんて民法でも言いましたよね。強制執行の客体たる財産のことを責任財産というふうに言っていきましたが、でそうすると、会社財産、例えば土地とか建物だとか会社がお金持ってたならば、そこから回収すればいいと。でももともと当該会社財産というのは、社員出資者からの出資によって会社財産構成した、それらを使って会社が利益上げてったりとかしたわけでしょ。もともとは、出資者である社員 A さん B さん、まあ、これが株式会社の場合であれば株主という言い方になりますが、ね、この人たちが出資した財産を持って、会社財産になった。でこのような状況で、そこでですよ、社員 A さん B さん、例えばこの土地強制執行できなかったりとか、もしくは強制執行しても1000万全額回収できなかった場合において、 A さん B さん個人の財産に執行をかけてそこから回収できますかっていうと、それはダメですと。ただ元はといえば会社財産というのは A さん B さんたちが出資した分だよねといった意味で、この A さん B さんたちはそういった意味において間接的には責任を負ってますよねと。もともとは自分たちが出資した財産だからという意味で間接責任で、そして、じゃあですよ、今言ったように、アルファが全額回収、会社財産を持ってもしても全額回収できなかった。全額回収できないんだから、A さん、B さんたち、追加で出資をお願いできますかっていうと、追加の出資が強制されない。すなわち、出資分を限度とした責任という意味で、有限責任というものですね。よって直接強制執行することはできない、そう出資額を限度とする責任、これが有限責任、間接有限責任。
となりますと、この株式会社と合同会社においては社員全員株主全員が、有限責任間接有限責任しか負いませんので、いざとなったら誰かがとことん責任負ってくれるというわけではありませんので、もう株主社員になるタイミングで全額履行してもらわないといけないと、後から払いますというのはダメなんですね。出資後払いは認められない。なぜなら全員が間接有限責任だからというものです。でこれに対して丸2番の合名会社というものは、合名会社に関しては上の図表をご覧いただいても分かるように、全員が直接無限責任ですと、全員が直接無限責任ですということ、意味どういうことかっていうと、下の丸2番ご覧いただきますと、ですか、合名会社においては、会社債権者が会社に対して債権取得しました、会社財産持って全額回収できなかった場合には、社員個人の財産にも強制執行してまで回収できちゃうんですと。例えばもともと A さんとか B さんは俺たちも出資済ませたぜと言った場合でも、それでも回収できなかったら社員の例えば A さん B さんの自宅だとかに強制執行まで及んじゃうんですよと。いざとなったらとことん責任負いますよというんで無限責任ね。出資履行済みであったとしても、とことん責任負いますよ。しかも直接 AB 個人の財産に執行かけることができますから、そういった意味で直接責任、さらには無限責任となりますと、先ほど言いました株式会社と違って、A さん B さんたちはいざとなったら自分たちの個人財産とことん執行かけられちゃいますから、怖くて経営を他人任せにはできないですよね。よって合名会社においては自分たちで出資をして自分たちで会社経営していくというスタイルです。ならばですよ、じゃ あ合同会社というのは同じ持ち分会社なんだけれども、ただですね、自分たちで出資をして自分たちで会社経営していきたい、要は株式会社の方だと出資者と取締役というのは別というような考え方でした。だけれども出資者自ら会社経営していきたいという要請もありまして、そういった意味で、有限責任の間接有限責任でいきたいというのが合同会社と。で合同会社においては近年増えてきておりまして、特にですね、外資系の企業だとかが日本で法人作りましょうだとかっていう時に、例えばそのアップルだとかグーグルだとかね、アマゾンだとかに関しては日本で会社作る時には合同会社でやるっていうタイプも増えてきました。ですから広く、一般投資家から出資を募って、大規模経営していきましょうというスタイルではない、出資者自ら会社経営していきましょうというタイプ、これが合同会社だと思ってみてください。で要は自分たちは出資者社員になりたいけれども、だけれどもとことんの直接責任も困るよねといった場合であれば、間接有限責任の持ち分会社というものが存在しますと。でこれに対して今言った、有限責任と無限責任、俺とことん責任負っていいぜとか言った場合でも、人によっていやちょっととことんは困るねとこういう方もいらっしゃいますから、そういった意味で2種類の社員がおりますというのが合資会社。次のページご覧ください、4ページです。4ページご覧いただきますと、合資会社というものに関しては、社員が、ちょっと前のページと違ってもう会社財産はしょっておりますが、万が一会社の債務、これが会社財産持ってして回収できなかったような場合において、でここで合資会社が今までと違うところが、社員には2種類あると。とことん責任負いますよという無限責任社員と、いやとことんは困ると、私は有限でよろしくお願いしますというのが有限責任社員。有限と無限という2種類がいるんですという状況なんですが、ここで先ほどやりました株式会社と合同会社においては全員が有限責任だから、誰かがとことん責任負ってくれるわけではないので、この場合間接責任だ、出資履行済みじゃないと社員になることはできなかった。だけれども今回の合資会社っていざとなったらとことん責任負ってくれる無限責任社員がいるわけですよ。となると有限責任社員でも後払いが認められるという点なんですね。株式会社と合同会社の社員と同じように有限責任社員でありながら
でもいざとなったら無限がいるというのが合資会社なんだから、出資後払いが認められるならばですよ、右あのビンさんに向かう矢印なんですが、有限責任社員であっても出資未履行分については個人財産に執行をかけてそこから回収することができちゃうよと。会社の債務について未履行分については、あ、ね、自宅だとかに直接強制執行を及んでくる、よって間接責任だけど直接責任ということになる。でこの直接というのは未履行分につき直接責任という意味ですね。すなわち同じ有限責任社員であっても前のページと違いまして、同じ、ね、直接あの有限責任社員であっても、この場合未履行分については自宅の財産とかに直接強制執行が来てしまいますから、あ、この場合ですね、まあ、あの未履行分につき直接責任でも、株式会社合同会社に関しては、あ、ね、全員が有限責任だから社員になる時点で要はとことん責任を負ってくれる人はいないので、そういった意味で間接責任というところですね。すいません、ちょっとこれ誤植ですね。この表の、2ページ3ページの下の表ですね、右下の部分、無限じゃなくてすいません、これ有限に言い直してください。申し訳ないです。よって出資後払いが認められるかどうかで言いますと、原則として、ね、有限責任社員は追加出資を強制されない、社員になる時点で出資履行を済ませてほしい、だけれども、合資会社においては違うんだよと、いざとなったらとことんがいますからねというところです。では続きまして、そうすると基本的に持ち分会社においては自分たちで出資をして自分たちで会社経営していきましょう。これに対して株式会社というのは出資者と会社経営者は基本的には別って考えてるんですね。もちろん同じ人がなっちゃいけないってわけではないんですよ。自分は出資もするし、取締役にもなりますというのは全然ありなんですが、ただ法律上立場は分けていると。じゃあこのような状況においてカッコ2番のところ、4ページカッコ2番ご覧ください。ではですよ、今日のテーマ株式譲渡自由の原則という話になってくるんですが、株式というのは株主たるちね、このような状況におきまして、では、株主 A さん、A さんは株主になる時点で、会社に出資全額履行済みですよと。このような状況において A さんは例えばその会社が営業活動してって儲けが上がったならば配当という形で、利益が得られるという状況ではあるけれども、ただここで A さんはじゃ あ例えばこの会社の株をじゃあそうですね、500株ほど持っておりました、だいたい株価が1株1万円ぐらいですという状況の時に、A さんはとって、もう急に現金が必要になりました、急に現金が必要になったんだけれども、じゃあ会社に対して株式返納しますからお金を返してもらえますかというと、それ原則ダメなんですよと。で、出資の払い戻しは原則 NG と書きましたが、なぜかというと、全員が間接有限責任の株式会社において、株主から次々出資の払い戻し請求に応じていると会社財産流出してしまうでしょ。全員が間接有限責任だからこそ会社債権者のためにも、出資の払い戻しは原則ダメなんだ。だけれども A さん急に現金必要なんだよ、どうすればいいんですかっていうと、株式譲渡すればいいじゃないと、まあ売ればいいじゃないと。でしかもですよ、会社からしてみたら先ほどの合同会社と違うところが、全員が間接有限責任だから出資の払い戻しには応じられないんだけれども、だけれども会社経営者たる取締役は別におりますから、何も A さんじゃなくたっていいわけですよ。よって、株主のこれね、株主の個性という言い方をしますが、要はあんたじゃなくても構わないと。すなわち、取締役、会社を動かす人は別におりますから、 A が抜けて代わりに B が株主になったところで会社経営上何ら影響はないです。よって投下資本回収のため、出資の払い戻しに応じられない枠の中見てください。丸一番、持ち分会社と異なり、出資の払い戻しは原則認められておりませんというのが、これがいざとなったらとことんもおりませんしね。
で、透過資本回収の手段を認める必要がある。この透過資本回収っていうのは、急に現金必要となった場合に、株主たる立場私はもう手放しますけれども、その代わりお金が必要なんですと言ったような場合においては、株式売ればいいじゃない。で、会社が出資の払い戻しに応じられないのは全員が間接有限責任だからですと。で、そして丸2番で、株主の交代は会社経営に影響しないというのが、こちら、そもそも A さんじゃなくたって B さんだって、会社動かしていくのは取締役がいるわけですから、ね、別にあなたじゃなくても大丈夫ですと。で、そしてあと後ろに括弧事実上不可能って書いてありますが、この事実上不可能というのが、先ほど株式会社っていうのはそもそも大規模事業っていうことを想定してるんですよ。そうすると、株式会社の株主っていうのは株主数多い会社だと、何千人とか何万人とかいう会社もいたりするわけですよ。そうすると実際何千人何万人が直接会社経営に関与できるかっていうと、なかなかそれは難しかったりしますね。だって株主だって仕事があるわけですよ。で、しかも、その意欲もない株主たちっていうのも多いんですね。すなわち、出資をしますよ、配当という形で利益が得られれば私はその会社の成長を楽しみにしていますねとか、なんならですよ、株価の値上がりを期待して一つの金融商品としてその会社に出資をするという人たちもいるわけですよね。そうすると自分たちで会社経営していくというのはそもそも想定してません。なんなら例えば一般投資家からしてみたら大規模経営だとかそもそも無理だしとかいう人もいるわけですよ。となりますと、会社経営はプロである取締役に任せますから、その代わり、いざとなった時には私株式売却しますよという形で出資を募るというのはそもそもの株式会社の想定です。でも持ち分会社に関しては自分たちで出資をして自分たちで会社経営していきますっていうスタイルですから、まあ、そもそもそこがばっくり違っているという前提です。よって、株式譲渡自由が原則ですと。で、今言った出資の払い戻しには応じられない。ちなみにこの出資の払い戻しっていうのは、株式返納しますからお金その分返してください。会社からしてみたらそれが自己株式の取得という場面に当たるわけですが、でも先ほど言ったように自己株式取得は少なくとも今年の試験対策としてはもうそこはスルーでいいですよね。去年一問出ていますのでといったところで、一定の例外、一定の要件のもと会社が出資の払い戻したる自己株式取得に応じられるケースもありますが、それはあくまでも例外的なケースなんですというところです。ではじゃあね、A が B に株式譲渡しますといった場合、そこそこ大きな規模の会社を想定してみてください。もちろんね、小規模な株式会社でもあるにはあるんですが、大きな規模の会社からしてみたら A、B 間で株式の売買が行われるということを、会社からしてみたら認識しえないですよね。じゃあ株式譲渡はどうやってやるんですか。で、そしてそれを会社に、私が新株主ですから今度の株主総会私に呼んでくださいねとか、私に配当くださいねっていうためにはどうしていけばいいのか。その下の括弧3番ご覧ください。で、ここね、括弧3番、そうですね、ちょっと上場企業だとかっていうのはもうここは考えないでいいです。試験対策としては上場企業を考えなくていい。で、まずね、会社は株券不発行が原則なんですよね。株券不発行が原則だけれども、株券発行することもできますよ。こういった場面においてですよ、まず、株券不発行ということになりますと、この場合 AB 間の意思表示のみで株式譲渡はできます。で、これに対して株券発行している場合、原則として定価に何も書いてなかったら株券って発行できないんですよね。だけれども、定価に定めることによって株券、株主たる地位を表す有価証券ね、これを出すことができました。株券発行してるんだったら、意思表示プラス株券の交付、いわゆる要物契約ってことになるわけです。これが AB 間の譲渡の効力要件です。だけれども先ほど言いましたように、じゃあ AB 間で株式譲渡が当社の意思表示で行われたとしても、ただ会社はそのことを認識しえないですよね。
じゃあどうしますかっていうと、対抗要件として、ただこの対抗要件に関して2つに分けて考えてください。対第三者、すなわち A が B と C に株式を二重譲渡しちゃった場合の対抗要件の話と、そして、B さんが私が今度新しい株主になりましたからよろしくねと、対会社に言っていくケース、ここを分けましょう。で、対第三者に対しては株券発行会社であれば株券の交付ですから、民法でいう動産の譲渡みたいな話ですよね、引き渡しですよね。それが効力要件であり第三者対抗要件になってきます。でも、対会社に関しては手元に株券があったとしても、だけれども、会社 B のことを認識できないでしょ。どうするかっていうと、株主名簿の明確化をすることによって、会社は株主名簿によって株主が誰かっていうのを把握しますから、株主名簿に明確化していなければ当事者間で譲渡は有効なんだけれども、まだ私が株主ですということを B から会社に対して言っていけないですね。でただ、株券不発行の場合であれば、それは第三者対抗要件としても、株主名簿の明確化という格好になります。まあ、そもそも株券というものが存在しませんからね。で、株主名簿の明確化をすることが対第三者、そして、会社両方に対する対抗要件になってきます。よってこれ当事者間では有効に、株式譲渡が行われたとしても、ただ明確化未了だと、会社は A のことを株主として扱い続ければよいという状況にはなります。ではこれを前提として、続きまして5ページご覧ください。5ページ、ここで、法律による株式譲渡の制限とありますが、まず原則自由ですね、上から見ていきましょう。株式の譲渡は会社にとって不都合がないからこそ原則として自由なのであって、会社にとって不都合が生じる場合には制限せざるを得ないことになりますよと。で、じゃあどういった不都合なのか、この譲渡制限の対応に関していくつか話がありまして、それがまず1番、権利株の譲渡制限というものなんですが、じゃあそもそも権利株という言葉、これをちょっと確認しておきましょう。括弧1番、権利株って何でしょうかね。イグザンプルアンダーライン募集株式の発行とありますが、会社成立後に、追加で出資を募ったりするときに募集株式の発行ということが行われます。じゃあここですよ、会社が募集株式発行するような場合どうするかっていうと、まあ、やり方、株主割り当てとそうじゃないケースっていうのはあったんですが、まあ、通常のおそらく株主割り当て以外としましょう。まあ、例えばうちの会社はこれから資金調達が必要なんです、手広くやっていくことにしましたからお金が必要だということになりますと、例えば1株1万円でこの度1000株発行して1000万円資金調達することにいたしました。そうすると、誰か出資してくれませんか、欲しい人いませんかということでお誘いをかけて、それ見た人が、あ、じゃあ買ってみようかなって言ったら会社に対して申し込みをするわけですね。私佐々木です、じゃあこの度、じゃあそうですね、50株くださいとか、でこのように会社に対して申し込みをしていくわけですが、そうすると、株式の申し込みをした人のことを株式申し込み人というふうに言っていくわけですが、だけれども申し込んだとしてもものすごい人気の株式だったりなんかすると、1000株発行予定なんです、申し込みが例えば3000株分の申し込みが来ちゃったとかね、いうこともあるわけですよ。そうすると会社は全員の申し込みには応じられないでしょ。となりますと、ここで、申し込み者に対して会社が割り当てをすると、いわばこれ、民法の契約ですよ、意思の勝ちね。私佐々木です、50株ください、あ、佐々木さん、あなたに今回50株あげましょうと、申し込み承諾で、ここで、申し込み、この承諾っていうのが会社からすると割り当てです。でこの割り当てをするということが、これが、会社からいわゆる承諾ね、申し込みに対して割り当てをする。じゃあ、この割り当てを受けることによって初めて意思の合致が生じて、この人はあとはお金払えば株主となることができる立場、ここで割り当てを受けることによって株式引き受け人となります。
よって申し込んだけれども残念ながらこの度抽選で、決めました。申し込み多数によって抽選で決めました。抽選に外れちゃったら割り当て受けられなかったということになりますから、あ、引き受け人になることができないんですよ。申し込んで割り当てを受けたならば、あ、ここで、引き受け人となりました。となると、例えば、あ、今回1株1万円で発行することになりますよ。となると、佐々木さんめでたく50株の割り当てを受けることができました。佐々木さんは50株分の引き受け人となりました。あとは50万お金払えば、会社から50株取得できるという状況になりますが、じゃあ、この、あと50万払ったら株主になれるね。この、50万払ったら株主になれる立場のことを権利株と言っていきます。引き受け人の地位のことを権利株。まだ株主じゃないんですね。すなわち、じゃあですよ、申し込んで割り当てを受けたけれども、だけれども残念ながらそこで、予定が狂ってしまって、例えばボーナスを当て込んで、申し込んで、ボーナスが出ると思って割り当てを受けてよっしゃと思ってたけれども、残念ながら今年ボーナス出ませんみたいな状況になると、やばい50万現金ないじゃんということになってしまう。そうすると結局お金払えないでしょ。お金払わなかったら募集株式の場合失権しますね。民法みたいに履行地帯で後から払ってくださいねとかそういうのできないんですよ。募集株式発行の場合は、あ、ね、払い込み期日にお金払わなかったら失権だけれども、お金払ったら株主となれる、なることができる。でこの立場ですね。となるとですよ、じゃあ、ボーナス当て込んで申し込んで割り当てを受けた佐々木さん、ボーナス出なかったからどうしよう、50万現金調達できないとなったら、じゃあ、他にも申し込み外れた人もいるわけでしょ。となるとその人にこの権利株を譲渡することができるだろうかと。なんならですよ、結構値上がり間違いない株だという状況だと、せっかく抽選に当たったんですよ、でも現金がないんですよ、それを他の人になんならちょっと売っちゃうとか、値上がり間違いない株だったら、例えば、1株1万円なんですよ、だけれども絶対あの会社の株価値上がりするから、その権利を1株1000円でもいいから売ってくれと。1万払ったら1株で、取得できる権利を値上がり間違いないんだったら、じゃあですよ、50株分の権利、これをまとめていくらかで買うからみたいな、権利株の売却とこういうことができるだろうか。っていうと、これはやめてくれと。で、やめてくれというのが、これが権利株に譲渡制限ついてますと。で、なんででしょうかねというとこなんですが、これ会社からしてみたらですよ、佐々木さんだとか要は割り当てを受けた人から払い込みがあるっていう前提で、そのために、ね、会社は準備してるんですよ。じゃあですよ、佐々木さんが小川さんとかいう人にこの権利株を譲渡して、小川さんから振り込みがあったら小川って誰だって話になりますよね。会社も佐々木さんに対して株式発行すべく準備をしてるんですよ。事務処理上混乱するじゃないですか。でしかもですよ、これが定款に株券発行の定めがあったら、会社は株式発行したならば遅滞なく株券発行しなさいということになっていますから、じゃあ佐々木さんに50株の株券を届けるべくそのための準備もしてるんですよね。となりますと、時系列の右側の方をご覧いただくと、括弧株券発行ってありますが、これは株券発行会社だったならば遅滞なく株券発行すべく準備をしてるんですよ。株主名簿の準備だったりとか、株券発行の準備だったりをしていますから、ですから当事者間で、引き受け人たる立場をこれを譲渡したりなんかすると事務処理上混乱するからやめてくれというのが括弧2番。じゃあ佐々木が小川さんに譲渡したらどうするかっていうと、会社に対抗することはできません。でだって、事務処理上混乱するから、小川さんから振り込みがあっても、いや小川には割り当ててないけどねという話になるでしょ。でも丸2番、当事者間では有効。すなわち、佐々木さんが小川さんに譲渡した分に関して、そこの契約が有効なんです。
ならば、結局、あとはね、佐々木さんが代わりにお金払って、その取得した株式を小川さんに譲渡すればいいわけでしょ。当事者間では有効ということは、あとはじゃあ、ダメみたいだから、あとお金払って、株式ゲットしたら、それこっちに起こしてくださいとかいう処理もできるわけじゃないですか。さらにもっと言うと、じゃあ、これ、会社の事務処理上の便宜でしょ、会社に対抗することができない、会社の側から、あ、分かりました、大丈夫ですよ、まだと、分かりました、OK です、小川さんですねと、会社が認めてあげることはできるんですね。佐々木小川の方から会社に対抗することはできないけれども、ただ会社の事務処理上の便宜のためっていうことであれば、事務処理上混乱しないからいいですよと会社側から認めてあげることができるという意味なんですね。これが当事者間では有効だから、会社の側から認めてあげることができる。だけれども、会社の側からしてみたら、ね、いやそれ困りますとそういうのであれば、会社はそれを無視することができるという状況です。これが権利株の譲渡制限という話です。ですから、当事者間で無効とかいう話じゃないんですねと。やっちゃいけません、無効ですという話ではなくて、当事者間では有効だけれども、ただ会社に対抗することができない、会社が認めてくれなかったら残念ながら小川さんはお金払って株式取得できますかと、それは無理と。では続きまして、これはちょっとまた別の話、ただ今に近い話です、2番、今度株券発行前の譲渡制限、というものが、これがですよ、株券発行会社であれば、先ほど言ったようにお金払ったらそこから佐々木さんが株主となって、で、払い込み期日もしくは払い込み期間中の出資履行日からで、そこから株主になるわけですが、そうなると、じゃあ、その払い込みがあった人に対して遅滞なく株券発行しましょうねと。ならばですよ、例えば払い込み期日がもう、例えば佐々木さんもう本当にお金必要なんですよ、10月1日です、10月1日にお金払ったんですよ、とっとと譲渡したいんですよ、株主になりました、権利株の状態じゃダメなんでしょう、株主になった瞬間に株式譲渡できますかっていうと、この場合前のページでありましたように、株券発行会社だったら遅滞なく株券届くまで、そもそも要物契約ですから、この場合、株券発行前、届く前に譲渡ができますかっていうと、この場合、そもそも要物契約でしょと、できないんじゃないのってとこなんですが、ここのね、話なんですが、今度、今の5ページの下ご覧ください。これ、まあそもそも会社に対抗することができませんよというのが、これが今言ったように、そもそも会社は佐々木さんから振り込みがあって、佐々木さんに株券を届けるべく事務手続きを進めてるんですよ。となりますと、この場合、もう手元に株券がまだなかったから、もうね、譲渡しちゃったから、今度株券をお母さんに送ってくれとかいうことになると、事務処理上混乱するからやめてくれと。ただ、丸二番、当事者間では有効というのは、要は、要物契約とは言うけれども、意思の合致は生じていますから、なんなら小川さんから株券届いたらこっちに起こしてくださいね、と。にしておけば、少なくとも意思の合致は存在するわけで。あとは、株券届いたら、小川さんに株券を渡してあげれば、結果往来なわけでしょ。要物契約も後から届いた時点で効力取得することができる。ただ、少なくとも、届く前に、じゃあね、会社に対して小川さんが、私株式取得しましたからとかいうことは主張ではできないと。ただね、ちょっとここのレジュメには書いておりませんが、ただ、うちの会社は定款に株券発行って書いてあります。で、佐々木さんはもうね、お金払って、なけなしのお金を払って、株式を取得したんですよ。あとは株券が届けば、完璧に要物契約も満たすことができるから、株式譲渡したいんだけれども、待てど暮らせど株券届かないと。一向に譲渡できないじゃんみたいなことになってしまうと、不当に会社がもうね、株券発行を遅滞している場合においては、株券発行会社といえども、待てど暮らせど届かないのであれば、もうこれは意思表示のみで譲渡せざるを得ないと。という判例もあります。
まあ、なので、一応遅滞なく株券発行することになっています。届いてから譲渡してくださいねということにはなるけれども、でも待てど暮らせど届かない、会社が不当に株券発行を遅滞している場合には、これは会社に対する関係でも有効と言わざるを得ないということにはなります。あくまでもここに記載があるのは、会社が遅滞なく発行するということが前提となっているけれども、不当に会社がもうずるずるやることやってないじゃんという状況であれば、もはやもう意思表示のみで株式を譲渡するしかないよねと。すなわち権利株の段階で引き受け人たる地位を譲渡することはやめてちょうだいね。だけれども株主としてお金払ったらもう株主になってるんですよ。やることやってない株券届けない会社のこれはもうサボってるだけですから、ならばこの場合には意思表示のみで学生契約として株式譲渡はできちゃうと。それは会社に対する関係においても主張できるということにはなります。で続きまして、今度一番下の3番なんですが、ただこのね株式譲渡制限に関して自己株式の取得制限というのが、例えば佐々木さんから株式を会社が取得してくれるという話なんですが、ただこれ今年の試験対策としては不要って書いたのが、もうこれ去年ここで1問出ていますからねと。ね、背中の背の低いところまでやってる場合ではないので、ですから一定の手続き要件のことで認められるということぐらいで、自己株取得に関しては基本的には出資の払い戻しに該当しますから、それを、自由に行われては困ると。じゃ続きまして今度、6ページに行きましょう。で今度6ページで子会社による親会社株式取得保有制限とありますが、まずね前提として、そもそも親会社子会社の定義、これを確認しておきましょう。で親会社子会社というのは、ここに書いてある、例えばですよ、親会社子会社子会社おつ会社とありますが、この親子の定義って必ずしもこればっかりじゃないんですが、ただおつ会社の議決権の株式、議決権を過半数保有してる、握ってる方が親、握られてる方が子です。よって、例えばおつ会社は1000株発行しております。1株1議決権としましょう。おつ会社は議決権1000個あります。そのうち501個以上を、過半数ですかね、501個以上を子会社が保有していれば、この場合株式保有を通じて子がおつを支配してる。でここですよ、おつ会社で株主総会開くとほぼほぼ子会社の意向で物事って決まるでしょ。で株主総会の決議に関しては以前やった YouTube だとかに乗っかっていますので、株主総会という、タイトルでやったところで乗っかっておりますが、株主総会の決議、普通決議というものは過半数出席、出席者の過半数賛成で、なんなら今いる役員取締役たちをクビにしたり、新しい取締役を選んだりするときって普通決議でできちゃいます。そうすると過半数保有している株主たちは、今いる役員が気に入らないんだったら株主総会普通決議でクビにして、新しい自分たちの気に入る、取締役を連れてって、その人たちを取締役に選任することもできちゃう。すなわち過半数保有してるってことは、ほぼ会社の実権を支配できる状況です。となりますと、いわばおつ会社子会社に株式を議決権保有を通じて握られてる状態、おつはいわばちょっと言い方乱暴ですが子の言いなりなんですよ。おつ会社子会社の言いなりにならざるを得ないんですね。だって議決権過半数を保有してるんですもんという状況、まずこれが親子と思ってください。で、他にもね実質的な支配関係だとかはあるんですが、ただ試験対策としてはもうこれ過半数保有で親子でいいです。ではこのような状況で、もう一回タイトルね、一番上のタイトルをご覧いただくと、子会社による親会社株式取得保有制限とありますが、ではね、子がおつの株式を議決権過半数保有しています。じゃあ逆におつが子会社の株式を取得することができるかっていうと、これはやめてくれと。で
じゃあ、その括弧2番取得制限、原則例外とありますが、まあ、原則として子会社は、親会社株式を取得することができない。ちなみに、じゃあね、子会社が親会社株式を取得して、それについて、まあ、できないっていうんですが、じゃあね、仮に取得したらっていうことを考えていきます。で、できるんだったらということ、なんでできないのか、なんで、やっちゃいけないのかを考えていきましょう。なんで子会社、親会社株式取得しちゃいけないのかっていうと、まず、子会社が親会社株式を取得しても、自己株式について議決権がないのと同様に、子会社は親会社株式について仮に取得しても、それについて議決権行使できないんですよ。なんで議決権行使できないのかっていうと、この場合、さっき言った握られてる方ですよ。握られてる方だったら、親会社の役員の言うような、気に入るような議決権行使しちゃうじゃないですか。例えば、今度の議案において、親会社の役員たちは、今度のね、議案については賛成してもらえますかというと、賛成ですね、分かりましたって言うなりの親、子会社ですから。まあ、ほぼ賛成するに決まってますよね。なりますと、まあ、これはね、自己株式について議決権行使を認めないと同様で、子会社が親会社株式を持っていても、それについては議決権行使認めないということにはなります。となるとですよ、まあ、子会社は親会社株式を持っても議決権行使できない。ならばですよ、じゃあ、ここでですよ、子会社は、ね、例えばですよ、子会社の議決権がじゃあ全部で1000個ありました。その1000個の議決権で、あちこちにバラバラ散らばってると、いろんな意見が出てきますから、じゃあ、それを子会社に買い集めてもらえば、親会社役員たちの、ね、気に入らない人たちの株式を子会社にガンガン買い集めてもらうと、親会社株式、親会社の役員たちはですよ、ね、気に入らない人の株式をじゃんじゃん子会社に買い集めてもらえれば、実質的に間接的にそれでまた会社の、ね、実権を支配していくことができるようになってしまう。だから子会社に親会社株式を取得させることを原則認めない、といたしました。議決権は持たないんだけれども、ただね、少数でも他の人たちからガンガン買い集めていくことによって、少しの議決権だけで親会社が運営できるようにすることを阻止したいとかいう趣旨になってきます。自己株式について議決権行使できないのと同趣旨になってきますね。で、よって、子会社親会社株式を積極的に買い集めていくことはできません。だけれども、これ取得せざるを得ない場合っていうのがあるんです。で、その取得せざるを得ない場合というのが、この、6ページの真ん中表の、例外という部分です。取得が認められる、取得が認められる場合といたしまして、1234とありますが、この1234に関して、ちょっと見ていきましょう。まず1番、他の会社の事業の全部を譲り受ける場合に親会社株式を承継するというケースで言いますと、ちょっと表の下アンダーライン、入ってるところエグザンプル見てください。で、今回ね、いきなり弊会社という会社が出てきましたが、例えばですよ、弊会社はこの度アルファ事業をおつ会社に対して、例えば事業の全部譲渡いたします。弊会社はアルファ事業を営んでる会社だったんですが、アルファ事業をおつ会社に、まあ、要は事業の売却です。これをすることにしました。で、ただですよ、この、アルファ事業の譲渡で事業を構成する財産等の移転ということになるんですが、ただ、アルファ事業関連で子会社の株式をもともと弊会社は持っていたんです。アルファ事業関連で、例えばね、弊会社はもともと子会社と取引のある会社だったんですよ。もともと子会社と取引のある会社で、事業提携だとかの一環でアルファ事業を行う事業提携だとかの一環で、もともと弊会社は子会社の株を持っていたんです。で、アルファ事業を手放すことになったら、その事業関連の財産が全部おつ会社に移転することになりますから、その事業用財産の中にたまたま子会社株式が含まれていたんですよ。で、アルファ事業を取得する際に子会社株式が含まれておりました。でも、おつ会社からしてみたら子会社は親会社なんですよね。
で、親会社株式を取得することは絶対禁止ですということで終わらせてしまうと、事業を取得することができなくなってしまうじゃないですか。であれば、これ仕方がないよねという状況です。で、これは会社分割の場合も同様なんですね。会社分割も、事業の移転効果があるでしょ。事業用財産の移転効果が含まれてきますとなりますと、この場合会社分割でもあるは事業を大津会社に、この会社分割で承継会社です。併会社が分割会社で、そして大津会社が取得するのであれば、事業関係の財、事業関連の財産移転で、もともとアルファ事業で子会社株を持っていたのであれば、事業用財産の移転ですから、もうこれ取得せざるを得ないよねと。すなわち積極的に親会社株式だけを狙って買い集めていくって話じゃないじゃないですか。であればこれもしょうがない、取得を認めざるを得ない。他にも、上の表丸2番、合併です。合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合というのが今度、アンダーライン2つ目、合併による取得というのは今回ね、子とオツが親子というけれども、今回オツ会社は併会社を合併で飲み込むことになりました。合併の場合飲み込まれる会社を消滅会社、飲み込む会社を存続会社と言っていきますが、合併の場合も権利義務の包括承継です。だって、飲み込まれた併会社はこの世から消えてなくなるんですよ。ならばこの世から消えてなくなるってことは、今まで併会社が持ってたプラスもマイナスも一切合切、おつ会社が受け継ぐことになります。となると併会社がたまたま子会社株式を持っておりました、ならば合併によっても併会社のものは乙会社のものになりますから、親会社株式、これだって取得せざるを得ないケースですよね。親会社株式を持ってる会社だって合併できないというのはおかしな話でしょ。よって、この、事業全部譲渡だとか会社分割合併による取得だとか、たまたま親会社株式がその、含まれる承継財産に含まれてましたって話。積極的に親会社株式を狙いに、狙って買いに行ったわけじゃないと、むしろしょうがないよねというケースです。あとですね、上の表のところ、もう一個丸4番、法務省令で定める場合というのがいくつかあるんですが、まあただなら OK と。無償取得する場合等とありますが、まあこの場合ただなら OK と。ようにされております。で、こういった場合であれば、子会社が親会社株式を取得すること自体は、まあまあこれは認めましょうと。まあ、これただなら OK というところなんですが、そうですね、株価に影響あったりしますから、例えばそのね、いくつか買い集めていったりなんかすると、まあ株価に影響したりもすると、まあただならまあでもそれよかろうというところではあるんですが、でただね、原則取得しちゃいけない、例外として取得せざるを得ない、例外として取得が認められる場合があります。でもそのまま保有し続けるのはやめてよねというのがカッコ3番。すなわち、取得せざるを得ない場合を認めつつ、そのまま長期保有はやめてちょうだいというのが保有制限ということになっています。で、そこで子会社が親会社株式を適法に取得した、この適法な取得っていうのは真ん中表の ① ④ の例外ね、丸1から丸4の例外、適法に取得したとしても、子会社は相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならないというところで、すなわち保有し続けることはやめてちょうだいというところなんですが、でこの相当の時期という部分ですね、で、期間制限が、具体的な期間を制限してはいません。1ヶ月以内にとかね、3ヶ月以内にとかっていう具体的な期間までは設けていないんですが、ただ処分できるタイミングで長期保有はやめてちょうだいぐらいのスタンスなんですよ。相当の時期。で、
なぜなのかと、なんで保有続けることがダメなのかというところなんですが、先ほど、子会社が親会社株式持ったとしても、でも親会社の株主総会に出席して議決権行使はできませんという話をしましたね。ですから親会社の役員たちが気に入るような賛成です反対ですとかっていうことは、そもそも議決権がありませんからできません。だけれども議決権は行使できないけれども、そこは自己株式と同種種なんですが、ただ議決権行使できない配当が出ちゃうんですよ。議決権は行使できないけれども、子会社に対しても株式、株主である以上配当は出さざるを得ないとなりますと、やはり他の株主たちのことを考えると、やはり配当そのままずっとずっと長期的に配当をもらい続けるのは良くないよねということから、まあ相当の時期に処分しようという趣旨なんです。ただ処分しなきゃいけない期間制限まで設けているわけではないというところです。ではこれらが法律、会社法の規定による取得制限です。でこれに対して今度ですね7ページですが、7ページで定款による株式譲渡の制限とありますが、でこれはですよ、まず株式譲渡自由が原則ですと。ですから定款に何にも書いてなかったら譲渡自由です。ならば A さん B さんで株式譲渡して、 B さんは株主名簿の明確化をすれば、B は今度会社に対して私が新株主ですから招集通知を私に送ってねとかいうことが主張できるようになっていくんですよ。で、ただ場合によってはよそ者に入ってきてほしくないというタイプの会社もあります。ってことで、上のところから見ていきましょう。同族会社と、会社にとって好ましくないものが株主となることを阻止したい場合とありますが、まあ、この同族会社、親戚一同でやってるような会社とかもあったりしますね。他にもですよ、同族親戚一同じゃなくても、例えば A さん B さん C さん D さん E さん5人の仲間うちで、仲良し5人組でよっしゃ自分たちで会社作って儲けようぜってことになりました。株式会社持ち分会社どれで行くって言ったら、そうだな、直接責任は怖いから、間接有限責任で行こうか、どっちにする、株式会社合同会社どっちにするって言ったら、なんとなく株式会社の方が聞こえがいいとかね、イメージがいいからとか、なんかでかい会社っぽいじゃんみたいな感じで、そうですね、なんなら、自分たち以外に例えば経営のプロである人を一人連れてこようかねとかいうことになりますと、そうすると持ち分会社だと難しいですよね。出資者自ら自分たちで会社経営していく、出資してない人を会社役員として連れてくるっていうのはなかなか難しいので、出資してもらわなきゃいけないので、ならばですよ、経営センスのある人を、あの人は出資はしてくれないけども、でも多分取締役ならなってくれるかなという人を役員に招くことにした。で株式会社でやろうってことになった。出資したのは ABC で E5 人です。でここでですよ、ABC でこの人たち以外の人は認めたくないという状況の時にですよ、突然 A さんがお金が欲しくなって、株式譲渡しちゃいました、株式譲渡自由原則だっていうことになると、BCDE からしてみたら全然関係ない X とか株主総会とか入ってくると、今度新しい役員選んだりする時に揉めたりするわけですよ。要はよそ者に入ってきて欲しくないという会社もあるんですね。出資者たちの中からすると自分たちでやっていきたい、自分たちで大事なことから株主総会で決めたいということになりますと、株主のこれ個性を問題とするとか言っていくんですが、誰が株主かというのは大事な会社なんですとなりますと、この場合譲渡制限かければいいよねということで、見ていきましょう。同族会社と会社にとって好ましくないものが株主となることを阻止したい場合、株式の全また一部につき譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨を定款に定めることができると。でこのような株式を譲渡制限株式というんですよと。でここで、譲渡制限かけるには必ず定款規定が必要です。
で、定款に関しては、こちら大丈夫でしょうかね、定款規定を新たに設ける場合には最初から会社作る時から作ったんだとともかく、会社作った後でやべえ譲渡制限つけなきゃということになると後から定款規定を設けるということになります。定款変更は原則株主総会特別決議だけれども特別決議よりさらに高いハードルの特殊決議というものが求められます、ね、特殊決議の決議要件に関しては以前やった株主総会とか別のアーカイブで残っていますので、そちらの方で YouTube で確認していただきたいんですが頭数半数以上の賛成プラス議決権ベース3分の2以上の賛成ということで、特別決議より高いさらに厳しい要件の特殊決議というものが求められる。これはあくまでも譲渡自由が原則だ、譲渡不自由にするんだったら、定款規定が必要で、単なる特別決議じゃダメです。もっと高いハードルの特殊決議を要しましょうというものを作ることにいたしました。ならばそれ定款規定を作るんですが、ただ定款規定の作り方なんですね。点々の枠の中に丸1234と4パターンありますが、まずここで丸1番で、うちの会社どの株式取っても全てに譲渡制限かけていますということになりますと、自由に譲渡できない、どの株式取っても自由に譲渡できないということになりますから、いわば株主となる道が閉ざされているという意味で、閉じてるっていう意味で非公開会社なんて言っていきます。で、丸2番、全ての株式に譲渡制限ついてませんってことは、その会社の株欲しいなと思ったら、いちいち会社に私株式取得していいですかとか聞かずとも取得できるでしょ。まあいわばオープンだという意味で公開会社ですね。ですから丸2番が原則なんですよ。丸2番が原則だ。ただよそ者に入ってきてほしくないんだったら全ての株式に譲渡制限をつければ閉じることができるね。ならば丸3番どうでしょう。丸3番はバリエーションがあります。 A 種類には譲渡制限ついてまして、 B 種類には譲渡制限ついてませんとなりますと、この会社A 種類を取得したいといった場合にはなかなか譲渡制限ついてますから厳しいんですが、だけれども B 種類株式でよければいちいち会社にいいですかって聞かずともいいんでしょ。自由に譲渡できるので、いわば一部オープンなんですよ。一部オープンってことはもう公開会社です。だけれども、この会社、譲渡自由の株式、譲渡不自由の株式、バリエーションがあるという意味で、種類株式発行会社と言っていきます。少なくとも、B 種類でよければ自由に譲渡を取得できるので、譲渡による取得はできるので、その会社の株主として入っていくことはできるよね。一部オープンってことは公開会社です。丸4番どうでしょう。丸4番も A と B というバリエーションはあるんですが、よく見ると、A にも B にも譲渡制限ついてます。何が違うのかっていうと、譲渡制限以外に例えば剰余金の配当、剰余金の配当っていうのは儲けて上がった利益を株主たちに分配する配当を出すという時に、 B 種類は配当優先株ってありますよね。例えば A 種類のA 種類よりも、例えば、1.5 倍配当もらえますとかね。A 種類が1株あたりの配当が、1株あたり100円の配当がもらえるのであれば、B 種類は 1.5 倍ってことは、この場合、150円の配当が受けられるってことでしょ。配当優先株です。で、一応、剰余金の配当に関しては普通株式優先株式というバリエーションはあるものの、バリエーションがありますから種類株式発行会社なんて言っていくんですが、でも少なくとも A にも B にも譲渡制限ついてるってことはこの場合全部閉じてますよね。非公開会社ということになります。で、じゃあこのような定款規定なんですが、じゃあちょっと今回は条件配当は置いといて、譲渡制限に関してスポットを開けて見ていきましょう。1番、定款規定に関して設立の際に作成する定款に定めておけば、
この場合、最初から非公開会社とできるわけです。だけれども、例えば設立時にはなんならですよ、もともとは大規模事業やっていこうと広くたくさんの人から出資を募ろうと思ってて、最初は定款規定作っておかなかったんですよ。まあ、その会社に出資をしようって時に、譲渡宣言ついてるかどうかっていうのは結構出資者、いわゆる投資家からしてみたら大きな問題なんですよ。だってさっき言ったように、いざという時に会社に買い取ってくれってことはできないんでしょ。となると株式を売却することによって現金化していこうということになりますから、出資者からしてみたら譲渡宣言ついてる方が後から売りやすいので、流通性も高くなるからある程度株価にも影響が出てくるということになったりして、最初はですよ、会社作る時にはでっかくやっていこうぜとか思ってたけれども、作ってある程度活動してみたらやっぱりよそ者が入ってくるとめんどくせえなということになって、後から譲渡制限かけることにしました。となりますと、この場合、括弧2番ね、設立後に定める場合には定款変更決議によらなきゃいけません。後からつける。で、さっき言ったこの定款変更をするんだったら原則特殊決議が必要ですということになるわけですが、じゃあ全部の内容として定めるんだったら上記丸1とか丸4パターンになりますよね。だって、丸一番全部に譲渡制限ついてる、丸四パターンだって A にも B にも譲渡制限ついてるってことは、この場合、全体の株主総会特殊決議を取ればいい。で、ただある種類の株式の内容として定めるというのが上記丸三パターンね。すなわち A には譲渡制限つけるけれども B には譲渡制限つけませんとか言うんだったら、この場合いいね、もう定款に、ただ定款に書いてください。なので、少なくとも全部につける場合も一部につける場合にもとにかく定款が必要なんですと、定款規定が必要なんです。では定款の定め方なんですが、括弧3番です。括弧3番で、当会社の上記丸1番であれば、当会社の株式を譲渡による取得するには〇〇の承認を要する。〇〇のってのは次のページで見ていきますが、例えば株主総会のとかね、取締役会のとか、どこに承認もらいに行くのかっていうのは具体的に定めたりします。そして例えば上記丸3番であれば、当会社の A 種類株式を譲渡による取得するには〇〇の承認を要するなんて書いていきます。逆に言うと A 種類株式にはどこどこの承認をするってことは、何も書いていない B 種類に関しては譲渡自由ってことでしょ。もうとにかく何も書いてなかったら譲渡自由なんですよと。ならば今度、ちょっとコンファ CF というのが、これがちょっと比較とか参照という意味なんですが、CF ご覧ください。ここでじゃあ譲渡制限の定め方なんですが、一定の場合においては株式会社が譲渡による取得を承認したものとみなす旨。みなすってことはもう承認扱いですと、承認手続きいりませんって意味ですね。承認したものとみなす旨および当該一定の場合を定款に定めることができるといたしまして、例えば括弧定め方です、当会社の株式を譲渡により取得するにはどこどこの承認を要する。ただし当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては承認したものとみなす。すなわち譲り受け人が既存の株主であれば、もう承認手続きいらずに、いわば株主間においては譲渡自由ってことでしょ。言ってること、譲り受け人が株主以外になったら承認手続きを取ってちょうだい。だけれども既存の株主さんに取得するんだったら新メンバー入ってくるわけじゃないので、わざわざ承認手続きいらんだろということもできます。承認みなしってことは承認手続き不要、すなわち実質間株主間は譲渡自由と。よそ者に譲渡するんだったら人物チェックをかけたいから承認手続きしてちょうだいということになるわけです。で、ただ先ほどから言ってますこの譲渡制限に関しては、でいいですか、譲渡により取得するにはと、つまり譲渡するにはじゃないんですね。譲渡による取得するには、手放すことについて会社の承認もらっても誰が新メンバーとして入ってくるかどうかの方が会社は大事なんですよ。
すなわち A、B 譲渡であれば A が B に株式を譲渡します。 A が抜けることが会社は問題なんじゃなくて B が入ってくる方が心配なんでしょということで、譲渡による取得する人物チェックをかけたいんだというのであれば譲渡することについての承認ではなくて譲渡による取得の承認です。ただ一番下の米印なんですが、株式の譲渡による取得を完全に禁止することは認められない。譲渡禁止はダメなんです、というのが投下資本回収の必要性と。会社は出資の払い戻しには応じられません、原則応じられないってことは急に現金が必要になった人どうするのって話でしょ。となりますと、他に誰か買ってくれる人見つけてくるしかないじゃないと。 A さんとも本当に現金困ってるんですよ、 B さん買ってくれるって言ったんですよ、でも譲渡禁止がついてるってことはもう八方塞がりでしょ。ね、誰にも譲渡できないし会社に買い取ってくれとも言えない。投下資本回収の道を認める必要がありますから、で譲渡による取得 B という人を見つけてきた。じゃあ B じゃダメですって言われたらどうするのというのもお話含めて次のページで見ていきましょう。譲渡禁止はできません、でも譲渡による取得誰か見つけてきたならばこの人譲渡していいですかということを会社に聞いていくっていう格好です。ではじゃあこれも含めて8ページご覧ください。8ページじゃあですね、先ほど定款規定サンプルだと〇〇の承認を要するという記載がありましたが、承認期間といたしまして、表がありますが原則として株主総会の普通決議ということになります。で、ただそもそも、うちの会社は取締役会存在しますよっていうんだったらいちいち AB 譲渡の時に、その度に株主総会開くって結構めんどくさいじゃないですか。株主総会開くのも結構大変です。となりますと取締役会があるならば株主総会よりは招集がそれを大変ではない。取締役会で承認これを決めればよいと。ただ定款に別の定めも設けることができるとありますから、例えばですよ、非公開会社なんかにおいては既存の株主さんたちからしてみたらよそ者が入ってくるとかああいうことについて非常に敏感になってたりします。場合によっては譲渡宣言ついてる株式ってのは既存の株主さんたちなんならすごく持ち株比率を気にします。そうすると例えばですよ、先ほど出てきました ABCDE5 人で作った会社です、5人とも出資分同じ割合で、全員が例えば100株ずつ持っていました。で、5分の1の、いわゆる持ち株比率ねという状況で、例えば A が B に株式譲渡をするってなると持ち株比率途端に B さんが一人勝ちみたいな状況になっちゃうじゃないですか。一人勝ちって言っても B さんだけ、他の人たちからすると、倍になるでしょ。ねえということを考える。他にもですよ、 A が X に譲渡するというそのものが入ってくるというようなことで、この場合譲渡制限かけているんだけれども、その場合既存の株主さんたちは日頃の経営は取締役体を任せしておりますが、だけれども、よそ者が入ってくるだとか持ち株比率変わっちゃうようなケースだと私たちはちょっと渋谷に行きたいねと。取締役会あるけど株主総会かけてもらえないかと思うんだったら定款規定を作っておけばいいわけですよ。定款は株主たちが作れるでしょ、株主総会で。定款規定を設けておけばうちの会社はそこはすごくシビアな、出資者たちからしてみたらシビアな問題だから取締役会あるけど、株主総会で、承認、わざわざ僕たち集まるからとか言うんだったら定款規定を作っておけばよいと。では今度括弧2番です。譲渡制限規定に反してされた譲渡、株式の譲渡による取得の効力というところなんですが、今日こういった話いっぱい出てきておりますがですよ、じゃあAB 間で株式譲渡が行われました。で、譲渡制限ついているので本来であれば会社に対して B でいいですかというね、 B の取得これを認めてくださいと言っていくべきなんだけれども、この場合じゃあですよ、まだ会社から承認もらってませんという状況の時に AB 間、これね、会社の承認を停止条件とする譲渡というよりは AB 間では有効なんです。
で、丸一番、会社に対する関係で効力を生じないだけであり、当事者間では有効だ。で、どういうことなのかと言いますと、そもそもね、これ条文解釈なんですが、じゃあ譲渡による取得の承認請求、会社に対して B さんに株式譲渡しました、 B が株式取得しました、承認請求誰がかけるのかっていうとこなんですが、で、丸2番、承認請求は譲渡したもの、または譲渡による取得したもの、 A、B どちらからでも承認請求かけられるんですね。つまりですよ、B さんからの承認請求を認めてるってことは、 AB 譲渡が有効だからこそ B からの承認請求を認めてるっていうふうに読めるんですね。だって取得したものから承認請求かけるってことは、 AB 譲渡が有効だから B さん株式取得っていうことでしょ。取得したものからの承認請求認めてるという規定は AB 譲渡が有効だから B さん一応 AB 間では株式取得したと言えるんです。じゃあその下なんですが、取得者からの請求は株券を提示してする場合と一定の場合を除いて、株主 A さん株主名簿に記載されたものをその相続人等と共同してしなければならない。ですから株券発行会社であれば AB 間での株式譲渡は要物契約でしたね。よって B さん株券持ってるでしょ。ならばこの場合ですよ、B さんの手元に株券があるってことは一応 AB 譲渡がなされたことの証じゃないですか。株券持ってないだとかの時に、B さんが会社にフラッとやってきて、おお、俺 A から株式取得したんだよと、俺認めてくれやって言っても本当ですかっていう話になるじゃないですか。本当ですか、怖いですねと、実証譲り受け人なんじゃないのということですから、だから原則として AB で言ってきてちょうだい。 A さんが私 B に譲渡したからって一緒に言ってきたら、あ、安心でしょ。でも、株券持ってる場合だとかであれば B さん単独で請求できるけどねということにはなります。じゃあですよ、ここで 丸3番です。承認がない場合、承認がない場合、会社に対する関係では当該株式の譲渡による取得は無効であり、すなわちこれね、あくまでも会社に対する関係ではですよ、 AB 間の当事者間では譲渡は有効なんだけれども、すなわち会社は B を無視できるという状況です。会社は B を無視できるので、会社は譲り渡し人 A を株主として扱う義務があり、その反面として譲り渡し人は会社に対してなお株主の地位を有するってことは、例えばですよ、AB 譲渡が行われたんだけれどもまだ承認請求かけられていません。このような状況で会社が株主総会を開こうっていう時に、会社は株主名簿に名前乗っかっている人に招集通知を送るでしょ。となりますと A さん招集通知を送るんですよ。 A さんは株主ずらして会社株主総会出席していいですかっていうと、会社に対する関係ではまだ A が株主ですから株主総会に出席して議決権行使もできちゃうというところです。ならばじゃあこの譲渡等取得、譲渡による取得の承認手続きです。次のページご覧ください。でこの承認手続きなんですが、先ほど言いましたように、A から B に株式譲渡が行われて、そして、原則 A と B 共同で、AB 譲渡 B の取得を認めてくださいって請求かけるんですが、だけれども、B さん株券持ってるだとか一定の場合には B からの請求もできちゃう。じゃあこの時の請求内容として右側の枠の中ご覧いただきたいんですが、でこの請求内容ね、まずB の取得、 AB 譲渡 B の取得を認めてください。これが基本なんですよ。そうすると会社がそれでいいですよって言ったら、今度 B さんが新たに株主となって A さん株式手放させてよかったねという状況になるんですが、仮にですよ、B じゃダメだと言われてしまう、うちの会社よそ者入れたくないんだ、残念ながら B さんよそ者だから、例えば親戚一同で経営しているような会社なんかにおいて、ある一人の親族が A がもうね現金化したいみたいなことで、全然関係ない B さん、親戚一同じゃない人に譲渡しちゃった、よそ者に入ってきてほしくないんだったらごめんなさいね、うち同族会社なので、親戚一同で経営している会社なので、B さんはうちの一族ではありませんから残念ながらうちの会社の株主として入ってきてほしくないんですと認めません。
でも A さんは株式これを現金化したいでしょ。ならばどうするかっていうと、先ほど譲渡禁止することはできないって言いましたよね。投下資本開始の道を与える必要がありますから、となると承認しないんだったら買い取ってくれよと。どうしても私現金必要なんですと言った場合であれば買い取ってください。これね、承認請求だけかけてもいいです。承認プラス買い取り請求をかけることもできます。つまり A からしてみたら、B だからこそ譲りたいというのであれば、 B がダメだったら諦めますという方もいるんですよ。となると、プラス買い取り請求はつけなくていいわけでしょ。 B だから譲渡したいと思ったんだ、だけれども B じゃダメなんだったら諦めますと、引き続き株主で居続けますとかいうケースもあります。他にもですよ、例えば A さんは自分が100株持っています。自分が100株持ってるんだけども、100株のうち50株だけ B に譲渡したいと。 B さんも仲間に入ってきてほしいと思って一部譲渡をします。でも B がダメだったら諦めますと。引き続き私は A 一人で100株持ってます。あえて新メンバーうちの会社にとって入れた方がいいと思って B さんを連れてこようと思って一部譲渡しようとしたけれども、ダメなら諦めますっていうんだったら買取請求かけなきゃいいんですね。承認請求だけということもできます。で、ダメだったらもうそのまま諦める。じゃあこれ見ていきましょう。ではね、ここでですよ、 A ないし B が会社に対して承認請求かけるんですが、じゃあね、取締役会等による譲渡の諾否、すなわち譲渡による取得 B でいいですかということを聞いていくんですが、そこで取締役会ないしもしくは株主総会で決めました、 OK ですということになりますと、承認ね、 OK ですってことになると、もう B さんの取得譲渡可能と。あとは株主名簿に B さんの名前書けば、 B さんに対して会社は B を株主として扱うと。でこれに対して、残念ながらごめんなさいね、うちの会社よそ者入れないんですよということで B さんの取得を認めませんでした、会社の取締役会とか株主総会で、認めませんということの決定はしたんですが、決定したならば不承認の通知というのは当事者に対してお知らせしなさいと。ここでですね、会社例えばですよ、取締役会でダメですという決定をしたんですが、返事をし忘れていましたということになると、どうなるかっていうと、請求の日から2週間以内に不承認通知をしなかったということになりますと、このまま要は返事待ちのまま塩漬けというのは酷なんですよ。よって2週間以内に返事がなかったら、これもう承認みなしってなっちゃうんですね。で結果 B さん取得できちゃうと、譲渡可能。会社の内部ではダメですっていうふうに言われてしまったんだけれども、ダメですっていう決定は下ったんだけれども、2週間内に返事がなかったら B さん取得できちゃうんですよ。つまりこういった規定を設けることによって、会社はもう決めたならとっとと、返事をしなさい。なおかつ、じゃあですよ、会社からしてみたらよそ者に入ってきてほしくないだけれども、なかなかいい返事ができそうもない、要は A さんの顔も立てなきゃいけないしみたいなことになると、ずる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 先延ばしにして AB たちを宙ぶらりんな状態に置くなということでもあるんですね。ってことで、2週間内にお返事がなかったら、やったぜ B さん株式取得できるという状況です。でこのような場合において、じゃあ不承認通知は来たんだけれども、ここで承認のみの請求がされていたっていうのは、要はプラス買取オプションつけていなかったんですよ。先ほど右上でね、承認しないんだったら買取請求かけることができる、ただ、B がダメだったら諦めますと、承認請求のみかけていたといった場合であれば、もう結果状況変わらず引き続き A が株主ですと、譲渡不可ってことね。ちゃんと2週間内に返事してるでしょ。じゃあですよ、 B じゃダメですということになりました。不承認通知が来たんだけれども、プラス買取請求これがかけられていた、もうとにかく A は株式を手放したいんだと、株式を手放したいんだ、 B がダメなら買い取ってくれよということ、買取請求かけました。でこの時ね、
会社からしてみたらこれ自己株式の取得ということに当たるんですが、ただ自己株式の取得と言ってもじゃあそのタイミングで会社ってお金がなかったら取得できないんですよ。お金がない時には会社はただで取得するというわけにいかないので、お金がない時にはこれ応じられません。となりますと、会社が買い取るかお金が余裕があるんだったら、でも会社にお金が余裕がないんだったら他の人紹介します、この人だったらいいですよという人を会社が紹介してくれます。これが指定買受人と。例えば A、B 譲渡で B はよそ者だから入ってきてほしくないけれども、例えば既存の株主の X さんだったらいいですよとかね。あとまあよくあるのが、例えばその会社の役員がじゃあ個人的に買い取りましょうかねとか、会社自身が買い取ることが できないんだったら他の人紹介します、この人だったらいいですよという人を紹介します。まあ大体は既存の株主とかだったりするんですけどね。となりますと、会社が買い取るんだったらこれ株主総会特別決議必要です。これ自己株式の取得に当たるからっていうんです。でこれに対してまたは株式買い受けに別の人を紹介しますと、うちお金余裕、うちの会社今現在お金余裕ないんだよねという状況であれば、この場合、取締役会決議で別の人、この人だったらという人を紹介します。でじゃあですよ、この時ですよ、会社からしてみたら B はダメだということは早々にもうね決めました。2週間以内に B はごめんなさいねダメですとこういうことの連絡は2週間以内に決めなきゃいけないんですが、ただそこでですよ、会社が買い取れるかどうかというのは、B じゃダメだという判断の先に、じゃあ今現在うちの会社余裕があるかどうか、別の人紹介するにしてもどうしようかという、もうちょっと待ってくれという状況になります。となりますと、不承認通知のタイミングで、会社ですとか、もしくは別の人紹介しますっていう同じタイミングで返事を送らなくていいんですよ。まずはダメです、 B さんダメです、ちょっと買取請求も合わせて入っておりますが、それについてのお返事は改めてもお待ちくださいという状況になりまして、改めてお待ちくださいどっちにするかに関して、会社または指定買取人が譲渡等承認請求者に通知をすることになるんですが、この時ですよ、株式買受人、すなわち会社は買い取れません、別の人紹介しますといった場合において、ちょっと右側見てください。ここ分かりにくいんですが、吹き出しのところ、まず不承認通知の日から40日以内に会社が譲渡等承認請求者 A に通知せず、かつ不承認通知の日から10日以内に指定買受人が通知しない、すなわちまず、不承認通知が届きました、お返事続報を待ってください、どっちにするか決めますからと、そして10日以内に返事がなかったら、指定買受人別の人紹介しますだったら10日以内に返事をします。10日以内に逆に言うと返事がなかったら会社が買い取るってことなんですよ。よその人紹介します、別の人紹介しますだったらこの人ですという人から10日以内に連絡が来ます。10日経っても返事がなかったら、あ、会社なのねと思ってください。でその会社が買い取りますという返事に関しては、ここは40日ということになるわけですが、まあ、株主総会特別決議ということが必要だって言いましたよね。株主総会特別決議取るのにもちょっと時間かかりますから40日ということになるんですが、でもですよ、それの返事がなかった、つまり不承認通知は2週間以内に届いたんだけれども、買取請求合わせてかけていました、不承認通知から合わせて通算40日不承認通知の日から40日以内に結果もう何も会社から連絡がないということであれば、一転して B が取得できちゃう。一回不承認通知来てるんですよ。一回不承認通知来てるんだけれども、だけれども結果買い受け人の連絡もない、10日以内に買い受け人の連絡がない、なおかつ40日以内に会社から連絡もない、ならばもう一転して B さんの取得を認めましょう。つまりこれも返事をほったらかしにするなということでもあるんですね。だって不承認通知を入れておきながら、不承認通知を出しておきながら、2、3ヶ月ずっとほったらかしという状況になると、これまた宙ぶらりんでしょ。 A さんに10日資本回収の道を認めなきゃいけないんですよ。
よって一転して B の取得を認めましょう。ならばですよ、丸、その下を見てください。40日以内に通知したが、買取額の供託を証する書面を添付しないっていうのが、そうすると、まあね、一応40日以内には会社が買い取りますといった場合なんかにおいて、一定のその取得金額、この後金額だとか決めていくんですが、もちろん会社の言い値で買い取りますとかじゃないんですよ。金額決めていくんですが、基本的にここの算出方式に関してはいいんですが、基本的には1株当たりのざっくり言うと価値、これを供託します。供託書というところに預けておきます。で、その上で、具体的な金額、取引価格だとかを決めていくんですが、ただ、要は会社からしてみたら、買い取り通知はしたけんだけれども、やることやってないんですよ。買取額の供託、これを見せてくれません。本当に会社お金払ってくれるのかなと不安でしょ。となりますと、これだってやっぱり言ってもみなし証人、 B の取得を認めましょう。もう要は会社とこもうちょいちょいやることやってなかったら、B で、B が取得しちゃうぞというカードがちらついてるんですね。そうすることによって、会社はとっととやるようなことや、要はほったらかしにしないでしょ。あと、丸二番で契約解除。話が途中で、もうね、もうこの状況だったらもういいですよと、もう解除する場合がありうるんですが、そうすると、いろいろ話し合ってみましたけれども、まあいいですわと、だったらもう今回もう B に譲渡してくださいみたいな空気には、もうこの契約を解除と。会社だとかが、もう取得することを解除するといった場合には、結果 B でよかったねと。ということになる。そういったことでもなければ、基本的には、もしも、A さんが株券持ってるんだったら、A さん株券を、供託します。預けます。供託書というところに預けます。で、そして、さっき言った、会社だとか買い受け人は買取額を供託、双方も持ってるものを供託して、価格を協議して、で、そこで協議がまとまったら、譲渡ができる。別の人紹介したか、会社が買い取るかって譲渡が可能になる。ということで、このような承認手続き、ちょっとそのさっきの10日とか40日が面倒くさかったりはいたしますが、こういった流れになっておりますと。で、実際もうちょっと細かいところあるんですが、ただ、試験対策としては、司法書試験でもこれレベルまでしかやらないですし、試験対策としては、この譲渡等承認請求の部分に関しては、こういった流れを分かっておけば良いかなとは思います。で、一通り、そうですね、ざっと復習していただければ、あとはもうそうですね、それほど解消には時間かけていられないと思いますので、その分ですね、民法とか行政法でがっつり稼いでいただいて、あと、そうですね、会社法だとかの、そうですね、他の部分の設立だとかの復習が、ちょっときついなと思う方、今日いらした方は、レジュメ渡しておりますが、そうですね、YouTube で、会社法レックとか佐々木とか、いうふうに検索していただければ、会社オレック佐々木とかで、検索すると、YouTube 過去の動画、いくつかアップされ、出てきますので、で、そこで、だいたいそうですね、1時間半とか2時間ぐらい、の、講義ありますので、そこで、1.5倍速だとかで聞いていただければ、そこでもう設立だとかの一問取れると思いますし、で、今日やった部分に関しても、それほど暗記ものっていうのは多くはない分野なので、やったところに関しては必ず得点につなげていただきたいかなということで、ぜひですね、皆さんの行政書士試験の合格をお祈りしております。では、ラストスパートの時期だと思いますが、くれぐれも体調に気をつけて、全力で頑張ってください。それではお疲れ様でした。